静止画かと思いましたか？違うんです。本日はですね、私が肌のためにやっていること10個お伝えしたいなと思います。どうも葉山純奈でございます。はい、ということで今日はね、すっぴんでお邪魔いたします。っていうのも、私はこれくらいの肌ですよ。まあ今若干31歳にしてっていう感じです。まあとはいえあと2ヶ月くらいでもう32になるんですけれども、肌はね綺麗な方やと思います。とはいえお肌の曲がり角、25歳くらいからちょっといろいろ年齢を感じるようになり、28歳くらいにはもう爆発し、最近は割と悪くない方だと思いますが、ちょっとこの花粉の時期だからか、乾燥がちょっとこの目元らへん若干あるんで、ベタベタです顔面、ね、ほんとベタベタにして寝てます。保湿はやりすぎくらいがちょうどいいかなって。ニキビできるから乳液を塗らへんとかいう子結構いるんですけど、あれはね逆効果で、化粧水だけだと蒸発してまうんで、サラサラなやつとかが売ってるから、そういうのでもいいし、クリーム系は塗った方がいいと思います。この肌を保つためにやってきたこと、その1、肌は贅沢なんですよ。なので全く同じ化粧水を毎日毎日使わない。化粧水はだいたい最低でも3ライン、3ブランド違うものを置いておいて、3日おきくらいに違うものを使ったりします。こういう経験ないですかね。めちゃくちゃいい化粧水があって、それが最初はすごい合っていたのに、そればっかり使っているとだんだん効かなくなってきたとか、効果がなんか感じれなくなったみたいな、そうやって実際肌が飽きてるらしくって、3個ブランドももう買っちゃって、それをローテーションして使い切るが、私の中では一番無駄なく使い切れる方法と思っています。こちらネイチャーリパブリックっていうメーカーのジンセンっていうシリーズラインのものです。一番前にあります、すごくパンチの効いた絵面のこちら、人参がね丸々1本入っているというね、ジンローション。これきっと日本人の方知りませんこれはね韓国でほんまに流行ったやつなんですけど、これマジニキビとか肌荒れしたら、これぶっかけといたらマジ結構治るって感じで私今多分調子いいのこれぶっかけてる感なんですけど見た目ね、ボトル全然いけてません。理科室とかにありそうな感じの見栄えしてるんだけど、めっちゃいいし、匂いはねいいとは言えない。横にあります3本のボトルと、クリームのボトルのようなもの、化粧水がジェル状になっていて、美容液もジェル状、ただ乳液だけクリームペーストで、最後のクリームはねこのようにクリームじゃなくてジェルなんですよ。で、見てお分かりかもしれないですけど、金粉が入っていますが、この金粉が肌にどういいのかもう知りません。ニキビがクリームとかでできちゃうっていう人には特におすすめかなと思います。で、ジェルだから保湿力足りないんじゃないのって思う、そこのあなた使ってみてください。これびっくりしますよ、本当に。はい、じゃあ2つ目、私がおすすめする家でできるエステ級のケア、汚れを落として毛穴をボッカンと開くことがすごく大事で、だからお風呂入ってる時って勝手に毛穴開きますよね。湯船使ったりとかシャワーの湿気とかで開くんですよ。で、開いてるところが狙い目で、汚れをしっかり落とすっていうところで、もちろん洗顔とかもすごい大事なんですけど、もうね私はねそれら全て終えた後、シャンプーも終えて体も洗って洗顔も終わった後に、こちらを頭からもう全部ブワーかぶります。洗顔をして普通に洗って洗い流した後に、なんか精製水かのようにこれで顔をこう手に取って、お風呂の外でジャバジャバやったりとかもするんですけど、炭酸水って毛穴の中の汚れをすごいオフしてくれるので、これをしてから念入りにケアしたい日は、毛穴は閉めなきゃいけないんですね。開けたら毛穴を閉めるために氷を使います。ちょっと顔冷たって思うくらいまでやってください。そしたら毛穴がギュッて閉まりますんで、でその状況でスキンケアをやることをおすすめします。3つ目、こまめに洗顔をする。で、これは私1週間のうちにすっぴんの日を作るっていうのもすごい大事だと思っていて、そのねすっぴんの日ですら洗顔を最低3回はします。これは私は聞いた一説なんで、多分もしかしたら正しいのかもしれないですけど、油がこう乗っかってたり、今花粉とかもいろいろ飛んでるでしょ。で、空気が悪いところとかに、まあ、肌さらされてるわけじゃないですか。その状況をずっと置いとくのあんまり良くないっていうのを聞いて、1日の中でも3回くらいは、朝昼晩くらいは必ず洗います。で、化粧する日ももちろん同様に、化粧する日なんてもっと洗うから、
洗いすぎも良くないっていう説もあるので、はい、私は洗うことをおすすめする派です。4つ目、スクラブ洗顔とか少々粗いもので顔面をそぐ。私ね、やすってるわけじゃないんですけどナイロンタオルとかでそのまま赤ちゃんの時からやられてるんですよ。おばあちゃんにね、体をナイロンで洗われたそのまま顔うわーいかれてたんで、なんかもう結構普通というかなんで私は未だに1週間に 1,2 回はこう体洗ってるタオルでそのまま顔うわーいきますねで、そんなんしながらスクラブでもう洗わないともう洗った気がしないんですよ私。ただこれは私が結構肌が強いっていうのがあると思うので、いきなり真似しない方がいいかなと思います。スクラブ洗顔って買ってちょっと粒が大きかったなと思ったら泡立てちゃえば粒感の調節ってできるので、これとかももしお使いになられるんやったら自分の好きな感じで使ってもらったらいいと思います。水を多くすれば多くするほど柔らかくなるので、私はもうほぼほぼ硬いまんまいくんですけどゴリゴリいきたいんで。はい、そして5つ目、保湿は絶対に怠らない。すごく大事なことです。なのでこれに気づいてからここ5、6年はちゃんとやってるんですが、今私がすごく気に入っているのはこちら、ジョーマロンパイセンです。こっちはローションです。なんでこれを先に化粧水代わりに塗って、でその後にこっちのボトルタイプをどちらか体中に塗ったくります。そしてこちら自社商品なんですけれども、プランパ、これはですね保湿だけではなくて唇をぷっくら見せるっていう効果と、ツルツルウルウルに見せる効果もあります。これはねぜひ一度試してください。こう自分で言うの悪いんですけど、本当に他社が 7,8,000円で出してるようなものを業界の価格破壊に至りました。それがなんと3,980円、これもうびっくりぜひ使ってみてください。そして6個目、パックですね。パックはみんなねやった方がいいですよ。楽だし、なんかこういろいろベタベタ塗ったくるよりベチコン貼っとく方が楽じゃないですか。なんでそれはちょっとねおすすめしたいものが、で私ちょっとね今ね手元に使い切っちゃったんでないんですけど、アビブ、わかんないですけど韓国のそのパックがね最近私一番気に入ってたんですが、それの他にも気に入ってるパックがいっぱいあって、こちらも私毎日同じものは使わないので無難に買うのはこのメディヒールっていうメーカーと、これね、ジョイントエムズのために作ってくれたんですかね、 JM ソリューションっていう名前のこれも韓国のパックです。これは日本でも最近売り出してて、このメディヒールも日本で売ってますけど、ネットで買った方が安いと思いますよ。そしてこのネイチャーリパブリック、これはさっきおすすめした化粧水と同じラインのメーカーのものです。これジェル状のパックになっていて上と下が分かれてて密着度がすごいです。保湿もね高くてお気に入りです。そして7個目、私は飲んでるものもあります。シナール EX、 あ、これはあのビタミン C を摂取できるだけなんですけど、の中でも病院が出してるやつだからっていう安心感もあるんですけど、ちゃんとなんだろう効く。正面他のビタミン C とかって結構無駄なものも入ってたりとかするんですよ。これただただビタミン C に特化してるもんなん でこれはいっぱい飲めばいいっていうことは絶対になくて、飲みすぎちゃうと逆に体の中のいいビタミン C まで外に出してしまうから、規定の量を絶対守って飲んでください。ビタトレールさんの防腐ちょっと読めないですねこれ。なんか最近流行ってるよねこの漢方ね。私でもこの最近流行るよりももう本当に前から実はこれ飲んでいて、肥満症とかむくみ便秘って書いてあるんだけど、本当に私すっごい便秘なのね本当は。だけどこの漢方は毎日飲んでたら本当全部外にいろいろさよならしてくれるのでおすすめです。飲んどくとあのデトックスだったりその血の流れとか巡りが良くなるからこそゆえ肌も良くなるっていうのは一理あると思うので、私はこれを飲んでいます。そして8個目、枕カバーや洗顔後に顔に当てるタオル、あと化粧する時のメイクパフやブラシ、そういったものは本当に清潔なものを使うようにしています。というのもどれくらいまめにやるかっていうと、枕カバーは毎日交換したり毎日洗ったりで、タオルも1回使ったら次顔はもう1回いかないです。枕カバーとかは特に洗った方がいいと思います。そして9個目、リンパのマッサージみたいなのを簡単にできることだけしてるんですけど、まあおすすめするやり方としてはまず脇の下をもう こういう感じで、爪が長い子とかはこういう形にしてもらって
ここの脇の下グリグリ痛いなと思うくらいだとリンパ詰まってるってことなんで、ここをまずねほぐしてください。脇のちょっと柔らかくなったなって思ったらピースしてください。ピースした指をこの耳の前と後ろに置いて、まずここの空洞と、あとこの鎖骨の下、これはねボディクリーム塗るときとかに本当やってもらうのがいいんですけど、まずこのゴミ箱への道を作ってこの辺を流しまくります。それはピースしてこの耳の横からと、なんかこういう風に指で首とか、あとこの鎖骨とかで、ここまでの道ができた後に今度は手をパーにして L 字になるように、ここがこうなってください、はい、でこれをこういう風に鼻の横と顎にフィットさせて、そのままもうグッみたいな、でここの耳の後ろに溜める。とにかくもうこうめっちゃブスだと思うんですけど、それくらいやってください。あとこの 目のところとか、でそういう風にこうやって流しながらここに溜めまくったら、最後またピースで流して捨てる、脇の下のゴミ箱にみたいなことをやるだけでもほんまにあのスッキリするんで、ぜひやってみてください。そして最後の10個目、こちらは私はシリカ水を常に飲むようにしています。シリカが入っているお水で、これってフィジーウォーターとか有名なんですけど、私は美容堂っていうね、あの熊本産のシリカ水が気に入っていて、これねパッケージも可愛いんですけど、お値段も可愛いんですよ。なんか安い、フィジーとかに比べると飲みやすい。食べ物とかは正直何も気にしてません。お前美意識高いのか低いのかどっちだよって感じだと思うんですけど、タバコも吸ってるしだけど飲み物、水だけはどうにかシリカを。これシリカっていうのは髪の毛だったりとか、爪だったりとかお肌だったりとかに栄養を与えるとされている成分です。なのであの摂取できるんであれば摂取した方がいいんじゃないかなと思います。でまあ私はやってないんで本当に空想のアドバイスみたいな感じになりますけど、食べ物大変重要だと思います。あと睡眠時間もゴールデンタイム10時から2時の間は姫方は寝ている方がお肌の調子良くなるかなと思います。あとは何でしょうね、細かいことを言うと本当にこれは継続することが大事なので、毎日やってたら苦じゃなくなりますから、むしろなんかやらないとガサガサしている自分に気づいたりするかもしれないので、ぜひやってください。でボディクリームとかって別に高ければいいってことではないので、自分に合ったボディクリームを探してみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。私流の、美肌の秘訣10選でございました。本日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。